那須塩原駅に停車中の大田原市営バス。大田原市営バスは、大田原市により運行される自主運行方式の市営バス。西那須の駅、那須塩原駅、市役所などを拠点に市内の各地区を結んでいる。運行は大田原市内の高久市観光バスへ委託している。2019年4月1日現在、全住路線を運行している。 2013年4月1日に路線の再編が行われ、一部路線は東の交通に移管された。現在は11路線で運行。2013年3月まで運行されていた急行福祉大戦平日、土曜日は区間便を含めて多数の便設定がある。日祝日は福祉大型面8本、那須塩原駅方面7本。平日、 土曜日の朝の那須塩原駅発の一本のみ。2013年3月までは急行福主大船として運航されていたが、2013年4月より大学スクールバスの運航を開始したため、朝夕の運航に縮小。名称も金丸線に変更された。平日は8往復、祝日は6.5往復。海岩尾事業は黒羽高校を経由しない。 那須塩原駅発黒羽高校直行便と黒羽高校発那須塩原駅発行は黒羽高校休行日は運休となる。大田原市内循環線平日、土曜日及び日祝日とも1日21往復設定。両方向循環1日各3本。両方向循環1日各3本。一部路線は通勤通学時間帯の便は2019年4月以降。 デマンド交通、楽ラク予ラク1号のデマンド停路線として、体制変更の上で運行継続中。ゆずかみ、黒羽地域及び野咲佐山地域ではデマンド交通、楽ラク予ラク1号の運行を行っている。2018年4月1日より、観光客も事前予約すれば、デマンド交通を利用できるようになった。ありがとうございます。